今回で実は4年生たちが卒業ということになりました。じゃあ4年生前に、はい、全員卒業する人は前に出てきてください。はい、1列に並びましたか。はい、はい、卒業おめでとう。さあ、それではコメンテーターの皆さんから花束の贈呈でございます。一人ずつ受け取ってください。はい、じゃあね、順番にどん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 と受け取ってください。はい、はい、ありがとう。ありがとうございます。はい、リブカちゃんもお疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。はい、初めて来たありがとうございます。そしてね、なんかね、コメンテーターの皆さんからさらにプレゼントがあるということなんですけど、秋山君、これ何ですか。皆さんと僕のコラボレーション企画で、素敵、いつの間にコメンテーター勝手にコラボレーションしてるんですか。ありがとうございます。ポストカードが、あら、素敵ですね。ありがとうございました。さあ、それじゃあリベカから順番に一言ずついただきましょう。はい、と2年間皆さんどうもありがとうございました。なんかいろんな経験をさせていただいてすごい楽しかったです。ありがとうございます。はい、はい。はい、そしてどこ、あっち、なんか1年半番組に出させていただいたんですけど、あー、何よ。すごいゼミとかもあったし、就活も大変だった時期もあったし、正直なんか辞めたいと思った時期もあったんですけど、でもなんかみんながいたから1年半頑張れて、で本当に普通の大学生活を送ってたらできない経験をたくさんさせてもらって、1年半頑張ってやってきて本当に良かったと思います。ありがとうございました。お疲れ様。あっという間の2年間でしたけれども、すごく貴重な体験や、あとたくさんの人に出会えて本当に良かったと思っています。これからもこの経験を生かして、頑張っていきたいと思います。ミンテロを応援してくださった皆さん、ありがとうございました。はい、2年間本当にありがとうございました。ミンテレのおかげで、まあ、眉毛も変わって、いろいろいいこともありながらいろんな経験ができたと思います。本当にありがとうございました。はい、1年半という短い期間だったんですけれども、本当にありがとうございました。山田さんにはたくさんのセクハラも受けながら、まあそれにもめげず楽しくいろんな貴重な経験をさせてもらいました。1年半の間頑張ってくれたのも本当に、素敵なスタッフと本当に、仲のいい素敵な、ミンテレの女子大生にと一緒に仕事をしてこれたからだと思います。本当にありがとうございました。1年半ありがとうございました。ミンテレでは、ミンテレまで結構通うのが遠かったんですが、それでも楽しいと思える思える場所でした。ここでしか本当にミンテレをやってでしか出会えない人もいろいろ会えて本当に勉強になりましたし、あと本当にいいスタッフと、あといい仲間に出会えたことも、いい経験になりました。ありがとうございました。出ないですね。2年間、ありがとうございました。本当に優等生とか言われてたんですけれども、全然そんなことはなくて、本当に一人じゃ何もできなかったんですけれども、本当に何もできない女子大生にスタッフの方がいつもカメラの使い方から全て細かく教えてくださって、
それで出来上がったものに見てくださった方が反応してくれて、それが自分の中ですごく励みになって2年間頑張ることができました。本当に支えてくださった方や応援してくださった方、スタッフの皆さん本当にありがとうございました。はい、という7名が卒業なんですけれども、佐藤のコメントにあったように、ミンテレをご覧の皆さんありがとうございましたって言われましたけど、終わりませんから番組は番組締めみたいになりましたけど続きますから僕らは、はい、はい、また遊びに来てくださいね。さあ石田さん、最後にじゃあ一言、じゃあ締めさせていただきます。本当あの皆さんに会えて僕も本当すごい光栄なんですよ。本当もう皆さんの顔も一生忘れませんから。であのその最後に送ったあの僕の好きな言葉で、あの人間万事塞翁が馬っていうあのことわざがあるんだけど、まあ、それを皆さんこうもじっておきましたんであとは考えてください。はい、はい、そういうことで、人間万事塞翁が馬、平田でございました。ありがとうございます。本当にありがとうございました。まあ、それぞれ活躍する場所はね違うと思いますけれども、この経験を生かして今後も大きく羽ばたいていってください。まあ、あのいつでもミンテレは遊びに来てくださって構いませんので、あの卒業した出口のようにいろんなところであのまたすぐ顔出してくれても構いませんから。今日は出口も来てんだろ。出口もな、出口なんでかもらい泣きしてますけれども、ね、そんな感じであの遊びに来るのは自由ですから、ぜひまた元気な顔を見せてください。はい、本当にお疲れ様でした。ということで、今週は以上です。はい、それではまた。